九条司教は、鎌倉時代後期の苦行、歌人。関白、九条忠孝の一難。官位は、十一位、摂政、左大臣。九条家七代当主。五二、腰議員。浄土寺摂政。公安4年に1月1五以上に、初の部、金時期を調された。ついで自重、左小野江県中条などを経て、同8年3月13位に除され、 九行に列席。昭和元年九月県中納言、同三年一月左衛門のただし、六月県大納言を歴任し、同五年十二月立花の自然提宣言を受けた。同六年一月には上司五人を超越して内大臣に就任。さらに永任四年十二月三木大臣に転じ、同五年十二月左この大将を兼ねるも、翌年四月大将を辞任した。 昭安元年4月左大臣、同2年1月11位に除任され、同3年8月不人親王が立体死すると、その東宮風に部任。下元3年4月、五二条天皇より、関白宣言を受け、富士市長者となり、特次2年2月大城大臣の上に列せられた。延京元年8月花園天皇の戦争に際して、摂政に補えいされたが、同年11月辞任した。 元王2年6月7日に皇居、去年48。実定で養子の某実が後を継いだ。家人としては、加減元,元年の加減百種に栄心し、新五線は家州以下の直線州に15種入る。ありがとうございます。